皆様お集まりいただきありがとうございます。ベルガの不思議な魚の食べ方を始める前に皆様に一つお願いがございます。今からベルガたちはこちらの水槽の前まで皆様のもとまでやってきてくれますが、その際にフラッシュを焚いてと写真撮影をしてしまうとベルガたちがびっくりしてこのガラスの前からいなくなってしまうことがあります。お写真を撮影する際にはフラッシュが光らない設定での撮影をお願いいたします。それでは皆様お待たせいたしました。早速イベントを始めていきましょう。皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日は名古屋港水族館へようこそお越しくださいました。今皆様の目の前を優雅に泳いでいるこちらの真っ白な生き物がベルーガという生き物です。ベルーガはイルカやシャチと同じクジラとか同じ仲間になります。しかし同じ仲間といっても体が全然違いますよね。まずはそんな体の特徴を少しご紹介したいと思います。さあ一番特徴的なのはこの体の色だと思いますが、このように体が白いことから白イルカとも呼ばれています。これはベルーガたちがとても寒くて冷たい白い氷の浮いた海で泳いでいることがポイントです。このように白い体をすることでその氷に溶け込むことができる保護色という敵から身を隠すための役割があります。さらにそんな氷の浮いた海で泳いでいるので体の周りにはたっぷりと脂肪がついています。とても分厚いところでなんと20センチにもなるんです。お腹をこちらに向けて泳いでいるとき揺れているのが見えますので、ぜひ皆さん気にしてみてください。そしてそんなベルーガたちの背中にはシャチやイルカのような背びれがありません。これも氷の浮いた海を泳ぐときに背中に背びれがあると氷とぶつかってしまい怪我をしてしまったり、または少し泳ぎにくくなってしまったりということがあるので、このようにつるんとした背中になったのではないかと言われています。さあこんなちょっと不思議なベルーガたちを名古屋港水族館では6頭飼育しています。さあこれからのイベントにはそのうちの3頭に参加をしてもらいたいと思います。さあそれでは早速ね、そんなベルーガたちにまずはこちらまでやってきて皆様にご挨拶をしてもらいたいと思います。まずはニコというベルーガです。ニコーニコーニコ、まだ練習中なんです。ニコーさあニコやってきました。ありがとう。ニコこれしかできません。今ここに上手に来れたのもニコがちょっとずつ練習している成果です。今ちょっと左に連れられたの分かりましたか？あれちょっとした成長なんです。そしてニコの出番ここで終了です。さあ皆さんしっかりニコとご挨拶できたでしょうか？それでは次はね、もうちょっとちゃんとご挨拶してもらいたいと思います。グレイというベルーガを呼んでみましょう。グレイ、さあグレイこれだけでちゃんと来れます。さあこちらがグレイです。大きく口を開けてますね。さあちょっと空気が逃げてしまったので一回トレーナーの元に戻ってもらいましょう。実は今ねこちらモニターが上のライブ映像になっています。さあ今トレーナーがグレイを送ってくれたの見えたでしょうか？ここだよ。さあグレイにもう一度やってきてもらいました。それでは、さあ両方の腕を振ってご挨拶してもらいました。グレイ今ねお尻の方から緑色のものが出てきましたが、実はあれベルーガのうんちです。ベルーガのうんちって緑色なんですよ。皆さん知ってましたか？さあぐるぐると回って見せてくれました。グレイまた後で来てね。ありがとう。さあグレイ皆様としっかりご挨拶ができましたね。今回はこちらのベルーガたちに頑張ってもらいましょう。この後はナナというベルーガもやってきますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。さあこの今回ベルーガたちの不思議な魚の食べ方というイベントですが、ベルーガは野生では魚やイカ、そしてエビなどなんと100種類もの生物を食べていると言われています。名古屋港水族館では主に3種類の魚を与えていますので、今回は実物を使って皆様にご紹介したいと思います。さあまずはこちらの大きな魚からご紹介しましょう。この銀色の魚ニシンという魚になります。メスはお腹の中に卵がいっぱい入っています。
その卵は数の子というとても有名な卵ですね。そして次の種類はこちら、ちょっと小ぶりになった茶色っぽい魚です。こちらはホッケという魚になります。そう、私たち人間も食べるこちらのホッケ、なかなかベルガたちいいものを食べてますよね。さあ、そして最後に紹介するのはベルガたち並みに活躍するとっても細長い魚になりました。こちらの魚イカナゴと言います。このイカナゴ、もうちょっと小さいサイズを私たち人間も釘になんかにして食べることがあるのですが、ちょっと変わった性質を持っています。今回はそんなイカナゴの性質をパネルを使ってご紹介していきましょう。さあ、皆さんこちらのパネル見えますか。今2頭のベルーガが砂の中に餌がいないかを探しています。さあ、そしてこの砂の中にはこちらです、イカナゴがいっぱいいます。実はこのイカナゴ、英語ではサンドイールと呼ばれ、砂のうなぎという意味です。うなぎの仲間ではないのですが、このように砂の中に潜って眠ったり隠れたりする性質を持っています。さあ、しかしこの砂の中にいる魚、一体ベルガたちどうやって捕まえているのでしょうか。今回はそんな食べ方を実験装置を使って皆様にご紹介していきたいと思います。さあ、それでは中央から実験装置を下ろしてもらいましょう。このパネル、そしてこの実験装置、飼育係のお手製です。さあ、今ゆっくりと降りてきたこの実験装置の上の方には透明な筒がついています。この筒の底にたっぷりとイカナゴが入っています。しかしこの開いているところからイカナゴまでベルガの口は届きません。一体どうやってイカナゴを食べるのでしょうか。そんな食べ方をグレイに見せてもらいましょう。さあ、グレイお願いしますよ。さあ、上の方からゆっくりグレイがやってきてくれました。皆さんご覧ください。あっという間にグレイイカナゴをどんどん食べていきます。さあ、皆さん今グレイが何をしているかわかりますか。さあ、吸っているという声がいろんなところから聞こえてきました。実は半分だけ正解なんです。グレイは魚を吸う前にあることをしています。さあ、ここです。今です。実はグレイ今水を吹き出していたんですね。このようにすることでイカナゴを舞い上がらせて口元まで来たイカナゴを吸い込んで食べています。さあ、このベルガの口元はとても柔らかい筋肉でできているため、人間と同じように口をすぼめて水を吸ったり吹いたりすることができます。さあ、あと1本。さあ、グレイかん、あ、まだ1本残ってましたね。しかしほとんど餌を食べてくれました。とっても上手に食べてくれましたね。さあ、それではラスト1本、ナナに頑張ってもらいましょう。実はイカナゴが少なくなると難易度めちゃめちゃ上がります。さあ、イカナゴが行ったり来たりしますね。ナナ食べれる。わー、上手に食べることができました。なくなったよナナ。終わり終わり終わりだよナナ。もうないよ、探してもないよ。私1個だけという顔をしてましたね。上でたくさんトレーナーに褒めてもらいましょう。さあ、そして皆さんモニターをご覧ください。さあ、グレイが実際に水を吹いて見せてくれました。水中で今あんなことが行われていたんですね。一度に2リットルから3リットルもの水を吸い込んで吹き出しています。さあ、なかなか迫力のある映像ですね。よく見ると水の中心からしっかりと水が吹き出ています。さあ、この水吹き、ベルガたちの特技なのですが、実はもっと違った特技もあるんです。皆さん、ベルガのバブルリングご存知でしょうか。さあ、今回はそんなバブルリングをナナに披露してもらいましょう。ナナお願いします。さあ、こちらがナナです。名古屋港水族館生まれのベルガです。それじゃあナナ、早速見せてくれるかな。さあ、ナナやる気バッチリですね。いきますよ、それ、不発よいしょ。さあ、どうですか、とっても綺麗なバブルリング作ってくれました。もう一個いくよ。
んじゃ。それ。さあ、それでは最後にこちら側でもう一個を作ってもらいたいと思います。いくよ。よいしょ。さあ、ならとっても上手にバブルリング作ってくれました。うまくいったね。さあ、それではナナには最後にもう一個とっておきの特技を見せてもらいましょう。一発勝負です。エンジェルリング作っていきたいと思います。いきますよ、よいしょ。さあ、ナナエンジェルリングとっておきに作ることができました。やったー。さあ、ナナとても上手にいろいろな特技を見せてくれました。さあ、皆様いかがだったでしょうか。このようにレベルが立ち、いろいろな食べ方も、そして特技もあるんですね。今回はそんな特技や食べ方を知っていただけたら幸いかと思います。それでは最後に皆さん、ナナに向かって両方の手を振ってご挨拶してあげてください。ありがとうナナさあ、ナナもしっかり両方の胸びれを振ってご挨拶してくれましたね。それではこれでベルガの不思議な魚の食べ方全て終了したいと思います。皆様最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ナナありがとう。それではこれでイベントを全て終了したいと思います。皆様最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。名古屋港水族館では様々なイベントを行っています。ぜひそちらもご覧ください。どうぞ名古屋港水族館でごゆっくりとお過ごしください。またはバハマでお過ごしください。